ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより邪念の償い。この作品は昭和25年1950年オール読み物4月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。早春のよく晴れた日を浴びて植木の世話をしている平次の後ろから、親分、会ってやってくださいよ。枝からもぎたての桃のように銀色の産毛の生えた可愛らしい娘なんすがね。八五郎は親指でマムシをこしらえて肩越しに木戸を指さすのです。なんだその桃のみてえのは。桃じゃありませんよ、武家風のお嬢さんっすよ。永代橋の欄干にもたれて泣き出しそうな格好をしているじゃありませんか。虫歯のまじねえなら水の流れを見つめてじっとしているはずはねえし、こいつはてっきり橋の上に人のまばらになったところを見定めてドブンとやらかすに違えねえと肩に手を置いて、お嬢さん無分別をなすっちゃいけませんよとやると、足の懐の実手をちらりと見て、おじさんが殺されたに違いないのを資格して家名が大事かは知れないけど、魔術不鍛錬で誤って死んだことにしてよいのでしょうかって。面白そうだな。それからあっしゃ、そんなバカなことは武家方だって通るわけはねえ。なんか腑に落ちねえことがあるなら銭形親分のところへ行って相談してみるがいい。銭形の親分は江戸系譜異例の捕物の名人で。ぬけぬけとそんなことを言ったのか。そうでも言わなきゃ17、8の武家のお嬢さんがあっしと一緒に明神下まで来てくれませんよ。もっともあっしも今朝は少状で八幡様へ朝回りに行ったきりだから、普段はもろもろの積み汚れで満々としているんだろう。若え娘なんか二三丁先から匂いを嗅いで寄りつかねえ。無駄はいい加減にして会ってくださるでしょうね親分。そりゃ可愛い娘っすよ。娘は可愛いだろうが、武家のいざこざというやつは悪いおできみてえに根が深くって、うっかり手をつけるとしどい目に遭わされるぜ。平次は一応尻込みはしましたが、この時八五郎の後ろに近づいて遠くの方から拝むように見ている娘の顔を見ると、つい、まあせっかく遠いところから歩いてきなすったんだから、ちょいっとお話だけ聞いてみるとしようか。ご案内申すがいい八。こう言い捨てて平次は井戸端へ手を洗いに回って女房のおしずに取り継がせました。怯えきっている女客は時々入り口まで来て気が変わってぷいっと逃げ出すことがあるので、物柔らかなおしずに迎えさせる方が無事なことを平次は長い経験から心得ているのでした。一体どんな心配事があったんですお嬢さん。平次は座について八五郎の後ろに小さくなっている娘を見やりました。せいぜい17、8、まだ子供らしさは抜けきれませんが、八五郎が言ったもぎたての桃は良い形容詞でした。化粧もろくにしないらしい乙女の肌には若さがふくいくと濁って、銀色の産毛の見えるのさえ何とも言えない新鮮さです。目鼻立ちは町娘のような素直さで取り立てて美しいというほどではありませんが、いかにも純潔で可愛らしさがあふれます。身なりはさすがによく、普段着らしい名線の折り目にも形の良い島田曲げにも少しの崩れもないばかりでなく、帯の赤さに若々しい魅力が燃えて、この素性の良さそうな娘を妙に生めかしいものに見せるのは成熟しかけている女の良さというものかもわかりません。おちが永代橋から馬に乗ったまま大川に落ちて亡くなりました。たった4日前のことですが、私にはどうも
間違って死んだものとは思えません。橋から落ちて卵管でも腐っていたのかな。娘の話は印象的で唐突ですが、何やら容易ならぬ匂いがあります。いいえ、橋はどうもいたしておりません。じゃあおじさんは馬の方が得手でなかったとでも。おじは馬術が大の自慢で、昨日も久しぶりで遠乗りがしてみたいからと赤坂の親類へ参るのに、わざわざ前の日から馬の支度をさせました。娘の話は平次の心持ちに関わりもなく進みます。第2章、飛躍する感情に任せて先へ先へと連絡もなく進む娘の話にブレーキをかけながら、平次は大骨折りでこの娘の口から事件の全貌を引き出しました。娘の叔父というのは深川佐賀町に住む3500石の大旗本で、板谷弥十郎という無役ながら裕福の聞こえある家柄の当主、若干25歳の美男ですが、かねがね武芸学問にもたしなみ浅からぬ聞こえがあり、抜擢されて近々に堺奉行となり、祖先に因縁のある佐渡の神に任官するという内意をさえ受けていたのです。その輝かしい出世を目の前にして、祖先の墓にも詣で、親類の誰彼にも吹聴するつもりで、日頃自慢の貝馬音無瀬に乗って出かけたのは4日前の朝。意気揚々として永代橋にかかると、馬はいきなり狂奔して棒立ちになり、たてがみにしがみついて必死と馬の缶をなだめようとする主人板谷弥十郎を乗せたまま、二つ三つ橋の上に気違いじみた輪を描くと見るや、欄干を越えて真っ逆さまに大川へ落ち込んでしまったのです。とっさの出来事で立ち直る隙もなく、板谷弥十郎は馬の下になったまま水底深く沈んでしまいました。馬は四つ足を上に向けめちゃめちゃに狂い回り、馬の下になった板谷弥十郎はあぶみが足に絡まったか、それとも手綱に腰を縛られたか、しばらくは浮かび上がる様子もなく、そのまま引き潮に流されて川下の方へ流れて行きます。暴れ馬に驚いて飛び散った橋の上の群衆もかくと見て欄干に戻りましたが、ただあれよあれよというばかり、一人も飛び込む勇気のあるものはなく、よしや飛び込んだところで水中の暴れ馬を押さえて馬の下の武士を救うことなどは思いもよりません。橋番所から救いの船を出したのはそれからだいぶ経った後、その時はもう馬も溺れ、馬上の武士板谷弥十郎もこと切れておりました。八五郎の連れてきた娘はこの板谷弥十郎の姪でした。詳しく言えば板谷弥十郎の姉の忘れ形見で、その姉が3年前に亡くなり、嫁入り先も没落して娘の頼りだけが板谷家に引き取られて育てられているのです。年は17、八五郎が言う通り武家育ちらしい堅苦しさはなく、売れかけた桃のような可愛らしい娘姿でした。ところでお嬢さん、平次が問いかけると、娘頼りは自分のしゃべりすぎたことに気がついたらしく、はっと口をつぐんで平次の顔を見上げました。お嬢さんはどうしておじさんの死んだのが過ちや弾みでなくって人に殺されたのだとおっしゃるのです。平次はこのあたりで一本決め手を入れました。でも馬の腰に吹き矢が突っ立っていたんですもの。吹き矢？三尺くらいの竹の筒に畳張りほどの磨きだけに先を筒形に巻いた紙の羽をつけたのを入れて、人間の息で五軒も十軒も先へ飛ばす吹き矢は、徳川時代には鉄砲や弓矢に次ぐ恐ろしい飛び道具で、もともと小鳥を取ったり的を射て遊んだりする道具であったにしても、場合によっては随分命取りの危険な武器にもなったのです。先の竹は油につけ火で炒めた上に削ったもので、
鉄のように鋭くなっておりますが、時には畳針を使ったものもあり、現に板や野十郎の乗馬の尻に突っ立っていた吹き矢は畳針に羽をつけたもので、小鳥などを狙うおもちゃのような吹き矢ではなかったのです。子供のいたずらじゃございませんか。物の弾みでどっからか飛んできたといったような。でも場所は永代のたもとで人通りの多いところですし、吹き矢の羽は影馬の毛並みと同じ色の焦げ茶色でした。平次は黙ってしまいました。吹き矢の羽は白い紙と決まったもので、それを焦げ茶色に塗るのは容易ならぬ企みが匂います。